ヒーダ棒とは、デンマークのコペンハーゲン南西の地域、ヒーダ棒で作られた、ホワイトワークの数種類の技法の総称である。このコーデは、デンマークにおいて発展した、ホワイトワークであるヒーダ棒についてもべる。18世紀中頃に、デンマークのヒーダ棒で生まれ、19世紀終わりにかけて、作成され、デンマークを代表する技法として、広く知られるようになった。 ヒーラボー地域での制作が衰退した後、20世紀になって、王立芸大の教授が中心となり、ヒーラボーワーク振興会が設立された。近代になり、新しいデザインも作成されている。土台の布の一部を抜いて透かし模様を作る技法で、手の込んだ、精緻な仕事を、しっかりとした土台譜に、比較的太い糸で施す。ルネッサンスの影響を強く受けた模様であり、 企学的模様、対照的な人物像、動物像、植物模様などが多く用いられる。時代により、様々なテクニックが使われており、ドローンワークカットワークニードルレースの技法が組み合わされている。ヒーダボーリングは、ヒーダボーレースの特徴であり、ヒーダボースティックを用いて作成される。技法は年代により変化している。ABCD ユキパリス。 デンマークのホワイトワークヒーダボー文化出版局2003年ありがとうございます。